世田谷パブリックシアターホームページをご覧の皆様、この度神なき国の騎士を演出また出演いたします野村萬斎です。ただいま目下稽古中ですが、演出する立場から見れば、物事が反転する、そして2局がですね対立しながらも混沌とし、しかし2つがはっきりするですね、世界観、光と闇、そして現実と妄想、そういった世界観のですね、混沌としている部分とはっきり分かるところが、とにかくこうないまぜになっているところが一つの魅力ではないかと思います。演じるのは私、ドン・キホーテを演じさせていただくわけですけれども、世界中で読まれているこのドン・キホーテ、皆様、風車に突進する老騎士というイメージをお持ちでしょうかね。量販店と思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういった意味で、妄想なのか夢なのか、そういった意味で人間をネガティブにもポジティブにも取れると思いますけれども、そういった意味でもいろんな魅力があふれる人物かと思います。ボケてんのか霞を食っているのか、そんなような形でですね、ちょっと不可思議な人物というものを造形したいと思っております。そのためにはですね、いつものことなんですけど、皆さんとはちょっと違う浮いた存在ということになるのかもしれません。作者は川村武史さんですけども、私に対して当て書きしたということでございますのでね、こんな私がどこがドン・キホーテなのかと普段から想像できないかと思いますけれども、劇中ではドン・キホーテになりすましたいと思っております。3月3日から3月16日まで世田谷パブリックシアターで上演される神なき国の騎士、あるいは何がドン・キホーテにそうさせたのか、ぜひご来場お待ち申し上げております。